はいどうも、ケマイです。今回なんですけども、今週もゲームソフトとゲームハードの売り上げランキング見ていきたいと思います。というわけで、もう今週は、まあ、そこまで大きいゲームの発売とかもないはずなので、まあ、あんまりゲームのランキングに関しては、まあ、変動はないのかなというふうに思うんですけども、まあ、あとはやっぱ PS5 の方ですよね。はい。まあ、ここ最近、やっぱりちょっと PS5 の方の売り上げ、まあ、一時期よりは落ちてきてるっていう状態になってるんで、まあ、今週はどうなのかなっていうところは見ていきたいなというふうに思いますね。はい。というわけで、まあ、今週はいつも通りという感じになるとは思うんですけども、しっかり見ていくんで、最後まで見ていってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。というわけでやっていくんですけども、まずは PS5 の方の売り上げから見ていきましょう。今週 PS5 通常版の方が 39,836 台売れていて、累計で282万台売れました。PS5のデジタルエディションの方が6369台売れていて、累計で45万台売れましたというわけなんで、まあ累計すると4万5000台ぐらいになるんですかね。はい。まあそうですね、先週が割と同じぐらい3万4000ぐらいだったと思うんで、まあ今週はね、先週よりも伸びているという感じになってますね。まあ見てる感じ、まだまだまあこれからも売れていくぞっていう感じの雰囲気をね、なんか醸し出してるような気はするんですけども、まあどうなるのかっていうのはちょっとわかんないんですが、まあそのアマゾンとかでもね、招待販売みたいなのがずっと続いていたんですよね。なんかそのまあ実質抽選みたいな、まあ感じの状態が続いていたんですけども、ようやくアマゾンの方でもね、通常通りね、もう予約とか一切いらないで一瞬で購入できるような、状態になってきたんで、本当にまあ品薄っていうところはもう本当の意味で解消したのかなというふうに思いますね。まあ、アマゾンでどこでも買えますよっていう状態であれば、多分日本全国ね、どこにでも行き渡るんじゃないかなというふうにはね、ちょっと思えるんで、まあ本当 PS5 の品薄っていうところは完全に解消したのかなと、言ってもいいですよね、これはね、さすがに。あとはちょっと前だと、同梱版は買えるんだけど、単体では買いづらいよみたいなことがね、結構あったんだけど、ここ最近は単体でもちゃんとネット販売で買えるような状況にもなってきてるから、本当にまあこれは解消したなと、言っていいんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ思い返すと長かったですけども、まあ年内というか今年入ってからもうなんか凄まじいペースだったなというところがありますよね。ちょっとまあ年末年始のタイミングで PS5 がどんどん売れていて、まあそれが売れてる理由っていうのが年末年始が理由だったのかなっていうふうにも思ったんだけど、なんかそのペースっていうのがどんどん上がってきて、まあそんな感じで気づいたら、まあ一週間に何万台みたいな感じでどんどん増えていってね、まあ今みたいな状況になってるのかなと思ったんで、なんかあれよあれよで一瞬で、まあ解消から普及っていうところに、繋がったのかなと思いますね。まあもちろんまだまだそのスイッチみたいな感じで普及してるとは思わないんで、まあこれから時間をかけてじわじわまだまだね伸びていくのかなと思うんだけど、まあそれでもやっぱり欲しいなと思ってる人には行き届いたのかなというところはありますよね。まあ本当一時期はその値上げしたからとかね、結構いろんな意味でもまあ叩かれたというか、まあ僕も結構まあ気持ちはあったんで行ったんですけども、まあ結果的にはハード的な意味でもね、まあ成功というか、まあその成功か失敗かっていうのはまだまだ分かんないんだけど、まあ少なくとも失敗ではないよねっていうところまでは来たと思うし、まあここ数年の遅れっていうところはしっかり取り戻しつつあるのかなっていう風に感じてます。ただまあやっぱりソフトっていうところが現状まだやっぱついてきてないんだよね。PS5 っていうところの普及は今だんだんと伸びてきていい感じになってると思うんだけど、じゃあそれに対して面白いソフトだとか、まあみんなが欲しいと思えるソフトが実際に発売されているかっていうと、まあそんなことはないのかなと思っていて、なんでまあそのメーカーが今ね一生懸命 PS5 のソフトっていうところをね作っている最中だと思うんだけど、まあそういったところがどんだけしっかりねユーザー PS5 を持ってる人に届くか、そしてそれが PS5 を購入する動機になるかっていうところが、まあ今後一番大事な部分なのかなってまあ僕的には考えてるんで、まあ期待したいポイントですよね。なかなか今のところ PS5 専用タイトルって言われても、まあこれはマジで面白いよって言えるものって本当数少ないっていう状態なんだよね。まあそういった意味でも毎週言ってるんだけど、 FF16 とかがね、まあそういった感じで、まあこのゲームだけはマジでおすすめできるよって、このゲームやる価値あるよ、 PS5 買ってまでやる価値あるよってね、まあ言えるぐらいのクオリティのゲームであればいいなと思うし、まあそれ以降ももうやっぱ FF16
インだけのためにって思うとやっぱり敷居は高いから、まあ、やっぱりまとめてね短いスパンで魅力的なソフトっていうのがいっぱい出てくるっていうのが、まあ、今年の PS5 の課題なんじゃないかなと、個人的には思ってますね。まあ、ただやっぱスパイダーマンとかさ、まあ、ああいったマーベル系の IP の強いねあのところが出てくるゲームもたくさんありますし、まあ、そういったところにつられてあのしっかり売れていけばいいなって思いますね。まあ、PS4 で出ていた名作の、まあ、2みたいな感じでね PS5 で出ますよってなればなかなか、まあ、心が動く人もいるのかなって思うんで、まあ、そういったところをうまく使いつつ、まあ、今後もねゲームをしっかり楽しめるっていう意味で伸びてほしいなというふうに思います。はい、まあ、そんな感じで今週まだまだなんか PS5 のなんか勢いというかあれはまあ落ちてないというかまだまだやれそうだなっていう感じはしたんでよかったなと思います。さあ次 Xbox の売り上げ見ていきましょう。今週 Xbox 通常版の方が739台売れていて累計で18万台売れました。シリーズ S の方が178台売れていて累計で25万台売れましたというところで、まあこちらに関してもやっぱりまあPS5 のね売り上げが上がるにつれてこちら下がってしまってるっていう状態が、まあ、あるのかなと思っていて、まあ、ちょっと残念ですよね。まあでも数字的に見ると先週が300何台とかだったんで、まあ、今週はシリーズ X に関しては倍以上売れてるという感じになってるんですけども、やっぱりまあ難しいんですよね。日本という中で見るとやっぱりプレイステーション側の勢力っていうところがすごく強くて、まあ、宣伝も強いし、まあ、やっぱりそのXbox 側のマイナーなハードっていうイメージがどうしても拭えないっていう、まあ、状態が続いているのかなというふうに思うんで、まあ、国内ではこんな感じになってるのかなと思うんですけども、まあ、世界で見てもやっぱりね、Xbox ハードっていうところをやっぱプレイステーション側に押されてるっていうところがあるみたいなんで、まあ、ここはやっぱしょうがないのかなと思いつつも、まあ、Xbox は Xbox 側でねやっぱりゲーパスとかいろいろあるんで、まあ、そういったところで今後はゲーム界隈で戦っていくのかなと思いますね。まあ、必ずしも、まあ、Xbox の本体の売り上げっていうところが、まあ、そのゲームのね、まあ、勢いっていうところにもつながらないというか、しっかりゲーパスとかで本当に支えてると思いますし、まあ、僕もめちゃくちゃゲーパスに助けられてる部分はあるんで、まあ、どうなんですかね。どんどんこうゲームとしての戦いの場っていうところが徐々に、まあ、移り変わってるというか、まあ、変わっていってるのかなというふうな感じはねちょっとしていますよね。まあ、でもやっぱり Xbox の爆発景気っていうのも今後あると思っていて、それこそやっぱスターフィールドとかをねCS 機で遊ぼうと思ったら Xbox 買うしかないんで、まあ、そういったタイミングでやっぱどのぐらい跳ねるのかなっていうところはまあ期待したいポイントですよね。はい、まあ、あと今後スターフィールド以外にもベセスダ系列のゲーム、例えばまあエルダースクロールの新作が発売されますよってなった時に、もしCS 機で遊ぶってなると Xbox 以外に選択肢がないのであれば、まあ、それは多分 Xbox の爆発景気になるのかなというふうにも思いますしね。あとはまあ今ブリザードを買収するかしないかみたいな話もあるんだけど、もうそういったブリザード関連の IP とかもね、まあ今後 Xbox 側で独占されていくのであれば、またね、まあそういった状況っていうのは変わってくるのかなと思うんで、まあそうですね、本当にこのマイクロソフトの動きっていうところが、まあ本当今後、まあ注目されてくるのかなと思います。今週の Xbox に関しては以上ですね。次、スイッチ見ていきましょう。今週スイッチ通常版の方が8991台売れていて、累計で1926万台売れました。スイッチライトの方が5983台売れていて、累計で527万台売れました。有機 EL モデルの方が37536台売れていて、累計で418万台売れましたというわけで、まあそうですね、まあいつも通りぐらいの数字に落ち着いているのかなと思うんですけども、毎週言っております、もう何年目のハードで、こんだけ売れてるんですかっていうところを考えると、まあ十分すぎる、数字なのかなというふうにはね思いますよね。まあ、本当にね、毎週新しいスイッチのなんか新型ハード情報みたいなのがね、まあ噂みたいなのが結構流れてくるんですけども、まあ一向にこう出てこないですよね。まあ本当先週と同じ話をしてしまうんですけども、やっぱり僕らみたいなこうね普段から PS5 とか PC とかでね、まあ、ゲームを遊ぶ層にとってはやっぱロード時間とかすごいやっぱスイッチで遊ぶと気になってしまうんですよね。ただまあ普段からまあスイッチだけで遊んでる人とかから見るとやっぱロード時間とかってあんまり気にならないのかなと思いますし、まあ別に僕スイッチをプレイしてい
て映像汚いなとかって思ったことないんですけども、まあ、人によってはね、他のゲーム機と比べて、まあ、映像の面でとかそういった、まあ、思う人もいるのかなと思うんですけども、まあ、それって結局コアゲーマー視点であり、カジュアルな層からするとね、うん、まあ、労働時間も別に画質とかも全然気にならないんで、もう普通にこれでいいんじゃないって、まあ、思う人がほとんどなんじゃないかなって思うからこそ、まあ、なかなか難しいですよね。うん、まあ、やっぱ任天堂自体がそういった、じゃあコアゲーマーっていうところをターゲットにしてるかって言われると、まあそうじゃないと思うんですよね。結構カジュアルも含みつつコアもしっかり狙っていくみたいな、結構そういったかなり広い目線で、見てると思うんで、やっぱメインはねカジュアルな層かなと思うんですよ。だからまあそこの感情っていうところがどうなのかっていうところが、まあ今後ね、その任天堂の新型ハードが、まあ、出るという意味でもすごく重要な部分なのかなと思うんですけども、そこ的に見るともしかしたらまだまだ先なのかなって思っちゃったりもしてます。現状で本当労働時間以外に関してはもう本当満足できる内容なんで、なんかなんならあと3年4年ぐらい普通に前線で戦ってそうですよね。はい、というわけで今週のゲームハードの売り上げに関しては以上となります。まあ、続きましてゲームソフト売上ランキング見ていきましょう。さあ、まずは順位、前回14位でしたスイッチマリオパーティースーパースターズ、4019本売れていて累計で120万本売れました。はい、まあ全然関係ないというか、まあ関係なくはないですけど、先日ね、ヒカキンの動画を見ていて、ヒカキンがね、家に福山雅治を呼んでいたんですよ。で、福山雅治と一緒にヒカキンが、まあ、マリオパーティースーパースターズをプレイしていたんですよね。それを見て、いや本当に偉大なゲームだなというか、まあしばらくゲームを遊んでいませんでしたよっていうね、まあ福山雅治に対して、まあそれでもちゃんとね、この遊べるゲームというか、長年のゲームブランクがあってでも本当に子供のように遊べるっていうね、まあそんなマリオパーティーっていうゲームはやっぱりすごいんだなっていう風にちょっと見ていて思いました。さあ次ですね、9位前回12位でしたスイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、4916本売れていて累計で516万本売れました。続きまして8位前回10位でしたスイッチニンテンドースイッチスポーツ、5556本売れていて累計で105万本売れました。続きまして7位前回8位でしたスイッチマインクラフト、7718本売れていて累計で309万本売れました。続きまして6位前回2位でした PS5 バイオハザード RE4、 8301本売れていて累計で11万本売れましたというわけで、まあ、バイオハザード RE4、PS5 版の方がね6位に入ってきてるんですけども、じゃあ PS4 版の方が上にあるのか下に行ってしまったのかってどっちなんですかね。まあ僕まだねランキングの結果見ていないんでわかんないんですけども、まあどうなんですかねこれね。一応発売時点の1週目に関しては PS5 版の方が上に来ていたわけなんですが、まあちょっと続きをね見ていきたいと思います。さあ続きまして5位前回6位でしたスイッチスプラトゥーン3、8712本売れていて累計で397万本売れました。続きまして4位前回5位でしたスイッチポケットモンスタースカーレットバイオレット、9812本売れていて累計で498万本売れました。続きまして3位前回7位でしたスイッチマリオカート8デラックス、9901本売れていて累計で523本売れました。続きまして2位前回3位でした PS4 バイオハザード RE4、 11472本売れていて累計で11万本売れました。というわけで PS4 版の方が上に来てるという状態ですね。ということはまたまたやっぱり PS4 っていうのは現役なのかなというところをちょっと感じさせられる結果かなというふうにもちょっと思いますよね。はい、まあ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 一応累計本数でいうと2000本ぐらい PS5 版の方がね、まあ多い形にはなってるんですが、まあちょっと今後どうなっていくのかなというか、まあ本当に今で言うと PS4 版と PS5 版同じぐらい売れてるんで、まあ状況としてはイーブンなのかなっていうところですよね。はい、まあ今後これがもう完全にまあPS5 と PS4 で販売されても PS5 の方でしか、まあ、全然ランキング入ってこないですよみたいな感じになった時に初めて、まあ、世代が移行したんだなって、まあ、思えるのかなって、いうふうに思いますね。はい、というわけで今週の1位ですが、前回も1位でしたスイッチ星のカービィ V デラックス、16458本売れていて累計で37万本売れました。というわけでまあそうですよね、すごいですね、本当になんかもうすごいですねぐらいしかもう感想が出てこないですよね。もう毎週1位をこの、まあ、星のカービィデラックスがかっさらっていってるんで、いやほんと素晴らしいゲームですわ。
ああ、まあまあまあ、星のカービィという超ビッグタイトルというかね、なんだろうな、なんか女性人気が結構多いのかなって思う IP ではあるんだけど、想像以上に男性人気が高いっていうのが、あの星のカービィの意外なとこなんですよね。僕の周りにも結構ね、あの星のカービィ好きな男性が多いんですよ。っていうのもまあ、そのゲームが好きなのはもちろんなんだけど、キャラクターとしてのカービィっていうのがすごい好きで、もう本当になんかフィギュアとか、なんかぬいぐるみとか全部買っちゃうんです、みたいなタイプの、結構男のね、方が多いっていうのも、またちょっと意外なんですよね。まあまあそんなところで今週も首位に輝いたのは星のカービィ D デラックスでした。さあ、というわけでやってったんですけども、まあまあまあそうですね、4月はかなりゲームの発売としては落ち着いてるのかなと思っていて、まあそうですね、今週発売されているロックマンエグゼアドバンスとコレクションだとか、あとは月末に発売するジェダイとかね、まあそこら辺なのかなと思うんで、まあそこまでめちゃくちゃラッシュっていう感じではないんで、まあ落ち着いてゲームが遊べる、まあ、腰を据えてやりたいゲームがやれる、なんかいい1ヶ月になりそうだなというふうには思ってますね。はい、まあ、ぜひ皆さんも各々のね、楽しめるゲームをたくさんやってもらえる、そんな4月になったらいいなというふうに思いますという感じで、まあ、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、なんか最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたや、たまたまねおすすめや検索からたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはね、いい情報をいち早く皆さんにお届けできるんじゃないかなと思うんで、よかったらよろしくお願いします。というところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。